レンジ10キロ。え、はい、毎度あり。ほら、そんなにオレンジ買ってどうするの？マーマレード作るの。作ったらあげるわ。ん？マーマレード嫌い？好きだけど。ひょっとして僕にオレンジの皮むきをさせようとしてない？大丈夫よ。フリーマーケットで買った皮むき器がちゃんとあるから。皮むき器？これが皮むき器？そう、簡単だからすぐ終わるわよ。さてと、私はシロップを作るからそっちは頼むわね。どうしたの？この皮むき器、皮も実もむけちゃって種だけになっちゃう。不良品。イエーイ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 。へへへへ。先生からだけど出る？イエイ。はい、パラッパです。わしじゃ。世界各国格闘技必殺技修行の旅からなお帰ってきた。お帰りなさい。出発前約束の道場掃除ちゃんとやっとるだろうな。今日の掃除。いやー、わかった。やっとるな。ご苦労。では道場に戻る。道場の掃除。パンチ、キック、トープ。わしは1年間修行旅に出る。あ、はい、いってらっしゃい。そこで、その間お前たち古市道場の掃除頼む。パンチ、キック、チョープ頼む。はい。あー、大変だ。玉ねぎ先生が帰ってくる。みんなに知らせなくちゃ。 PJ、玉ねぎ先生が帰ってくるんだ。起きて起きて。道場の掃除したことある？大変だ。イエーイ。どうして私ってこんなにセンスいいんだろう。わー、ケイキ、道場の掃除したことある？ない。大変だ。食べない。あ、サニーちゃん、道場の掃除したことないね。ああ、ひどいね。一体どうしよう。パラッパ、玉ねぎ先生は何時に帰ってくるって？さっき空港だったからあと1時間くらいだと思うけど。とにかく今からでもやりましょう。そうだね、やろう。あと1時間でどこまで修復できるかわからないけど、やってみよう。おじさん、これ不良品よ。やっぱり。何？知ってたの？ひどい。不良品と知ってて売るなんて、ちゃんと謝りなさいよ。急げ。パラッパ。ああ、僕だ。今パラッパと PJ とケイティとサニーちゃんが慌てている。これから状況を調べてみる必要がありそうだ。よし、行くよ。あ、お客さん、忘れ物。なるほど。その玉ねぎ先生とかいう人と道場を掃除するって約束したのに誰も掃除してなかったってわけか。そうなんだよ。マットもコーラも手伝ってよ。それにしてもこれはひどいわね。仕方ない、手伝うか。ところで、その先生いつ帰ってくるの？なお帰った。おお、懐かしい古市道場。なんじゃこれは。誰だ？汚れとるな。あ許せん。どうやらここら辺に隠れているな。ほっ、パラッパ見つけたり、あ、PJ 見つけたり、あちょ、ちょー、サニーちゃん見つけたり、ちょ、ちょ、ちょ、ほー、参りました。みんな元気だ、じゃろう。まだ二人隠れてます。何？君たち知らん。はじめまして。どうして私たちまで掃除しなくちゃならないの？しょうがないよ。僕らはパラッパ PJ サニーちゃんケイティの友達なんだから。玉ねぎ先生。なんだね。マットです。マット君。世界各国の格闘技の必殺技を習得するため修行の旅に出ていたそうですが、どんな国で修行をしていらしたのですか？聞きたいかね？お聞きしたいです。よし、話す。修行の旅、最初はインアフリカサバンナに伝わる必殺技キリマンジャロチョップ、サバンナのプロボクサーから教わった。あの聖なるキリマンジャロの山に向かってチョップしましょう。そして叫ぶのです。キリマンジャロチョップ。あ、このキリマンジャロのジャロですが、ジャとジャの間ぐらいがいいです。キリマンジャロってね。キリマンジャロチョップ。キリマンジャロチョップ。キリマンジャロ。イン中国、雲南省の仙人に教わった中国4000年の必殺技。ワンタンキック。ワンタンキックはバランスが大切である。ワンタン1にも2にもバランスが大切である。ワンタンバランスとタイミングが命。ワンタンワンタン。ああ、このワンタンキックですが、キックではなくキーッと伸ばすといいです。ワンタンワンタンキック。いやいやいや、ワンタンキー、ワンタンキー。インロシア、レスラーからボルシチ固め教わった。ボルシチ固め。痛い痛い痛い。分かったか？うん、完璧じゃん。こうだろう。いやいやいや、こうだ。こうか？おお。こう？いや、こう。こう。こうだ。こうだろ。いやいやいや、こうだ。こうか。インダス川上流メソポタミア文明の必殺技バビロンパンチ、古代バビロニア人から教わった。バビロンパンチ教えたらいくらくれる？メソポタミア文明、今お金に困っている。私も金に困っている。お前には教えない。バビロンパンチ。あ、なんだそれは。そんなインチキなバビロンパンチがあるか。勝手なことは許さん。バビロン。違う、こうするんだ。バビロン。インアルゼンチン、ダンサーから必殺技アルゼンチン単語教わった。これ必殺技。必殺技です。たまに相手の足を踏んでみたりして。イン日本、横綱に鉄砲を教わった。技の基本は鉄砲でごわす。鉄砲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 。こうした私、世界各国格闘技必殺技を習得、修行の旅から帰ってきた。なおここにいる。ああ、すごい。怪しい。綺麗になった。お、タイムトゥザゼンベイビー。よ。ねえパラッパ、玉ねぎ先生って本当に強いの？うん、空手の先生だからね。じゃあどれぐらい強いか私に見せて。だってどう見たって強そうに見えないわよ。なんかインチキ臭い感じだし、あの先生。パラッパ、僕も見てみたい。パラッパまだだ。すいません。強い。この人だわ。この人ならきっと私の望みも叶えてくれるはずだわ。私、玉ねぎ先生に空手を習うわ。うん、じゃあ僕も。何？わしの弟子になりたいと？はい、お願いします。うん、いいだろう。空手は礼で始まり、礼で終わる。あちょ。あちょ。はい。ちょ。キック。キック。パンチ。パンチ。ちょ。キック。キック。やべ。玉ねぎ先生。なんじゃ。こんな練習ではなく、私に世界の修行から習得した必殺技を教えてください。ほら、犬には必殺技まだ早い。今は練習。はじめ、パンチチョップキック。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 こんな練習は無意味よ。早くあの必殺技をマスターしないと。パンチチョップキック。パンチチョップキック。ほら、ずいぶん熱心ね。分かった。ほら、私の KT パンチに対抗してポーラーキックを。違うんじゃない？もしかしてポーラは？世の中の悪党どもの退治はこのワンダーポーラにお任せよ。今日もどこかに悪党はいないかしら。ん？パンとマスタードを塗れちゃった。サムライのことうるさくしてやるなかった。悪事は許せないわよ。ああ、誰か助けて。こんなところに誰も助けに来るもんか。来れば金星へドライブしようぜ。ガンさん、そこまでよ。私の力がどこまで通じるかわからないけれど、やってみるしかないわ。必殺ワンダーパンチ。ワンダーポーラ。やめ。玉ねぎ先生。なんじゃ。いつになったら必殺技を教えてもらえるのですか？それはお主が大人になってから。それまで待て。今はまだ無理。そんなに待てません。大人になるまでなんてそんなに長くは待っていられない。私は今すぐ教えてもらいたいのに、大人でないと教えられないなんて納得できないわ。子供にはできないなんて決めつけるのは大人の勝手ではないでしょうか。私は今教わりたいの。今でなくちゃダメなんです。わかった、教える。世界各国旅で習得した必殺技いろいろあるが、キーリマンジャロッチョー、ワンタンキック、ボルシチ固め、バービロンパンチ、アルゼンチン単語、鉄砲。習いたいのはどれ？キーリマンジャロチョップがいいです。キーリマンジャロチョップではなく、キーリマンジャエロチョップだ。キーリマンジャエロチョップ、伊豆アフリカの大自然から生まれた必殺技。この技は聖なるキリマンジャロの山に向かってしまった。わしとしたことが、キリマンジャロチョップはキリマンジャロの山がなければできない技だったんだ。わかるか？それじゃあわかるか？キリマンジャロの山なくしてキリマンジャエロチョップはできない。やむない。他の必殺技でいいな。ダメです。キリマンジャロチョップでないと。なんだと？ダメなもんはダメなんです。キリマンジャロチョップ、伊豆キリマンジャロの聖なる山がないとダメだ。大丈夫です。ここがサバンナです。わっと PJ、 キリマンジャロの山になっていいよ。パラッパ、あなたはライオン。サバンナのライオン吠えて。ガオー。ケイティはキリン、サニーちゃんはダチョウ。キリン。僕はマットはヘビ。キリン。ガオー。サバンナの気分はこれでいい？あの聖なるキリマンジャロの山に向かってショー。いいか、あれはノット PJ。 聖なるキリマンジャロの山だ。キリマンジャローショー、やってみなさい。あれは PJ じゃない。聖なるキリマンジャロの山よ。ガオー。キリマンジャロチョー。免許改伝。はい、やってた。空手は礼に始まり礼に終わる。あちょ。早速家に帰って試してみよう。オーラ一体何するつもりかしら。やっぱりオーラはワンダーポーラになるつもりだ。ワンダーポーラ。とにかく後をつけてみよう。さてとやってみるか。よし、キリマンジャロー。キリマンジャローチョー。一体何をしてるんだろう。バリバリ怪しい風情を盛り。キリマンジャローチョー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 。ああ。マーマレード作るって言ってた。あれ、みんな何？いつ来たの？今から美味しいマーマレード作るから食べてって。はい、食べる食べる。僕もたらふくいただき風情。心配して損したね。さあ上がって、どうぞどうぞ。ワンダーポーラじゃなかった。あちょ。僕らの学校で生徒会長の選挙があるんだけど、マットとコーラの一騎打ちになっちゃったもんだからめんどくさいよね。どうなっちゃうのかね。まあいいや。次回はねえ誰に投票する？じゃあね。